はい、ミサトウスイッチファームのコニタンです。今日は5月10日に孵化予定の卵を孵化器に孵卵器から移動していきたいと思います。はい、あ、ちょっと暗い。こちらからこちらの孵卵器からこちらの孵化器に卵を移動していきます。今回はここの6つに卵を入れていきたいと思います。まずは電源を入れる。で、今庫内温度が22度なんですけど、この庫内温度が 36.2 度に上がるまで待ちたいと思います。はい、ようやく庫内温度が32度に達しそうなので、ようやく中に孵化用の卵を入れていきたいと思います。はい、今回入れるのはこちらの3月29日入卵の5月10日発生という卵ですね。自動を一回手動にしてシーソーを元通りにします。はい、まず卵を出します。映ってるかどうかわかんないけどね。ダチョウに詳しくなれる、ダチョウと記念撮影、卵を取る体験も、ダチョウに餌やりだってできちゃう。めっちゃ楽しい。牧場で待ってるよ。ミサトオーストリッチファームで検索。はい、本日孵化器に入れる卵は、これらの4つや6つ、はい、順番に入れていきましょう。319の 18P の319-18P-1758 319-18-1758 19-18P-1758g。 はい、こんな感じで1個ずつ書いていきます。はい、確かともちゃんはこうやって一個ずつ先に書いてたね。3月16日の34パドック1330g。 これでようやくともちゃんと同じ作業ができていることになると思う。次、3月20の 22P1339g。 まだオスなのかメスなのかはね、全然わかりませんが、全部生まれてほしいもんだね。はい、今回のラスト卵です。3月の23、30、34が今回多いんだな。 1367g。 今回は34パドック、つまりハグリッドの子供が多いみたいです。はい、という感じで孵化器から、いや違う、孵卵器から孵化器まで移動しましたが、今回の生まれる予定というか、はい、3月29日の入卵して5月10日発生の卵は6つということで、はい、今こんな感じです。1個、2個、3個、4個、5個、6個。はい、5月10日果たしてこの6つの卵の中から何羽のヒナが生まれるのでしょうか。はい、5月10日をお楽しみに。バイバイ。